こんにちは、ハンニミルでーす。かわいい。ケイソンさんだー。もう大先輩が一緒にね、撮影できるのすごく嬉しいです。でもね、私たちのこと知らないあのリスナーさんもいたりするので、自己紹介をお願いしてもいいかな。では、私からね。みなさん、Hello! This is Kei Son! 私、日本に住みながら、アメリカンバイブズをかき鳴らし、不良をやっておる、Kei Son総長と申します。よろしくお願いいたします。わー、かっこいい！どうしよう、私の自己紹介は、多分、すごく雑になりますけど、はい。アンニミルだよ。台湾育ちの、日本と台湾のハーフのゲーム大好き、寝ること大好き、食べること大好きの VTuber アンニミルです。みんなよろしくお願いします。かわいい、かわいい。今日はね、ケイソンさんと一緒に遊びたいと思います。用意したのゲームを。まあゲームの前に、せっかくケイソンさんがミルのところに来てもらって、台湾のことを知ってますか？実はね、2回台湾にね、行かせていただいたことがあるんで、一応その台湾の街ですとか食文化とかをね、体験してきたつもりではあります。台湾のファンの皆さんって熱いよね。応援が熱いですよね。めっちゃ熱い。だからね、本当に嬉しい。台湾ファンは本当気持ちをもう情熱的に伝えてくださるから、もうなんか本当に私も情熱的になっちゃって。実は私もケイソンさんのイベントに参加したことあるんですよ、こっそりと。ってことはあたいらもうとっくに出会ってたってこと。出会ってたんです。いやいやいや、でもね、今日はもっともっと喜ばしいことがあって、ミル今日用意したゲームは、そのケイソンさんが出演したゲームをやりたいと思います。それが龍が如く外伝直樹した男です。龍が如く7、外伝直樹した男、発売中。みんな買えよね。みんな買いましょう。じゃあゲームを始める前に、ちょっとストーリーを説明していただけるかな。龍が如くの7、まあミルちゃんもやったって言ってた、カズが一番の物語の間に、キリュウカズマという人間が何をしていたかっていうのを描いた作品なんですね。はいはい。まあ、もともとキリュウカズマは龍が如くシリーズのもうダントツの主人公で、7から主人公が変わったんですね。あの龍が如く7の前に出た龍が如く6っていうので、実はキリュウカズマは愛する自分の仲間たちとかね、カンクとかのために自分の人生を捨ててこの世からいなくなるんです。完全にこの世にいないものとしていなくなるんです。私はその時点で、あ、キリュウカズマの物語は終了したんだって思ったんですけど、実は終了してなかったっていうね。で、その間キリュウカズマは本当はね、生きてるはずのない人間としてね、いたから、どのように裏で活躍してたのか、どのようにこのキリュウカズマの物語がカズが一番の物語とつながってるかってのがすごいね、描かれてるのが今回の作品であって、発売前に公開された情報では名前を変えてね、大同寺一派っていうね、とある組織の中に入って秘密のエージェントとして活躍してたっていう話らしいのよ。かっこいい。ちょっと待って、エージェントめっやばすぎ。キリュウカズマっていう男を全然知らない人でも、あのここからスタートしても全然大丈夫って、あのプロデューサーとかの人が言ってたから。ではゲーム入りましょう。よっしゃ。さあでは遊びましょう。めっちゃ緊張した。噛みまくっちゃった。噛みまくっちゃったよ。ちょっとね、今回はね、この龍が如く7外伝直樹した男、このね、中国語かっこよくない？かっこいい。これ英雄無名。そうなんですよ。ヒーロー無名のヒーロー。そう、最初からやっていきたいと思います。ワクワク、ドキドキ、ドキドキ。どういう始まり方するんだろうね。エージェント、トム・クルーズみたいな。お
あ、日本だ、本当の日本だ、実写だ。お、かわいいお姉さんだ。タイプタイプショートカットかわいい。危ないよ、危ない危ない危ないよ。大丈夫か。おお、はっ、おめっちゃシュッピラが吠えてる。後ろ後ろ後ろも前も前からも来ちゃうんですね。チンピラサンドイッチですね。龍が如く恒例戦闘。お前らは今回り右する。あ、今から戦う。あ、緊張する。ボコります。町中のチンピラ。イベントスタイルっていう今回のね、新しいスタイルなんで。おお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 はい、エージェントスタイルの、わお、きたー。そう、今回はね、エージェントだからか、このシュルルルルってくるのに、シュルルルルって伝えるわけ。す、かっけーこれを拾える。うん、拾えるんじゃない、セノタビー。あるわんで、ほいほいほい、おはっはっはっ、うまい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 。じゃあ攻撃してよ。お、自分のことは守んないといけないからね。守んないと いない男としてね、バレてはいけない。おおおお、カメラも使える。おお、何もくれんのかい。おい、だけんな。どこに行くんだお前。バレてる。シリュウカズマ、バレてる。登場会の元四代目会長。バレてる。わ、かっこいいね。喧嘩を貸してやるわい。喧嘩する前に絶対メガネ外すところ好きかもしれないです。舐めないでもらっていいですか。もうすぐ、あ、じゃあちょっとミルちゃんやってもらっていいか。あ、いけいけいけ、ちょっとダンしてダンして。お前お前、よし、うわー、何で殴ったの。ヒートアクション、これよ。かっけー。うまい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 。ちょっとこれを、うわ、ヒラーモーションの拾い方かっこよ。極み、うわっ、バリー、余裕15秒。15秒、パパーンって。あ、やったってやったって、もうブンブンやったって。お、おお、うわー、かっこよ、かっけー、こいや、お前ら、こいや。いやー、一瞬で終わらせたね。このアクション快感がすごい気持ちいいよね、やっぱり、ね、打撃感がすごく気持ちいい。オーバーに跳ねられた。この歩き方かっけー。はい、来ました。はい、全滅です。オッケー、任す、ちょうどだ、俺に任せや。スタム、はい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 。あ、なんかある、なんだ、拾いたい。はいはいはい、ホームブレー。おー、おい、ここが出たかった。ホームラン、ホームラン。お、さあ、お、囲まれてんねー。うっ、うっ、おい、強化で、いけ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 、花間さん、守るぞ。ちょっと私こいつ強いね。あ、でも下はいいぞ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 、半分削った。私の A さんになれー。おし、はい、余裕余裕、主戦チンピラだからな。もうすっごい、すっごい楽しい、しかも面白い。いきなりこうやって波乱万丈になっちゃうのが、これキリュウカズマの定めなんだよな。もう続きがすっごくすごく気になるんですけれども、やっぱりね、その皆さんに自分でやってみて感想を私たちに教えてくださいね。そう、皆さんぜひご家庭でね、やってください。もう気になって仕方がないし、私も気になって仕方ないんだけど。やっぱり、ここだけではなくて、他になんかいろんな、そのミニゲームとか、あと PV で見てたカジノみたいな場所が、すごく気になるから、今から、やっぱり、やってみましょうよ。わあ、では、カジノすごい気になるんだけど、ここはどこ？来ましたね。キャッスル。ここが。大人の遊び場でございますよ。何遊べるの？いや、もう何でもできちゃうんだよ、ここね。もうちょっと、まあ、ミルちゃんには早いかもしれないんだけれども、まずね、カジノですとか闘技場とかキャバクラなんかもあるけど、ね、うわー、
なんとね、お着替えができちゃうんだよね。お着替え、お着替えしたい。そう、ここでね、お着替えができちゃうっていう、これ龍が如くシリーズ、今までね、キリュウカズマの服をね、こう変えてプレイするっていうのはアフターコンテンツでしかなかったんですよね。あ、そうなの？これね、ピチピチスーツじゃん。ちょっとピチピチすぎない？じゃあピチピチいきましょう。赤赤ピチでいこう。赤ピチ、赤ピチでいきましょう。うすっごっ、こんな感じ。自分でも疑うね。ね、頭守る大事だよ。大事、うん、大事だ。大事。金のいいね、金の。ね、これ買えるんだ。ねえねえねえ、みゆちゃん、金ないよ。あ、ほんとだ。これさ、ちょっと金稼いできた方がいいんじゃない、一回。金稼ごうか。ね、いやー、まあ、すごい。ちょっと、いや、おしゃれすぎ。おしゃれ大事だよ。めっちゃ金なくなってるよ、大丈夫。どうなの、ランウェイできるぞ。おかしいよ、これは。もう最先端、最先端の流行り。もうこれからこれが流行っていくんです。ね、結構お金使っちゃったから、これ闘技場で一回お金稼いだ方がいいんじゃない。そう、どうやっていくの。闘技場今回ね、めちゃお金稼げるらしいから。あ、ここどこ。ミルちゃん今貧乏人になっちゃったから。そう、そう、ちょっとね、さっきの奴隷みたいな人になってしまうよ。ここで働くよ。ここ陶器場。あ、陶器場、陶器場あった。オッケーオッケー。あっち、あ、こっち、ダーツできるじゃん。ダーツやってみる。誰か来てくれ。よろしくお願いします。誰だよ。少しずつこの301を減らしていくの。あ、なるほどね。ぴったり。うん、おー、最初はね、とにかく高得点を狙うといいね。高得点は真ん中。あ、ちょっと違う。あ、ちゃちゃ、おい。下手くそか。シングルさん、まずいぞ。はい、あちゃー。なれた。19か。ね、この人強くない。ね、こいつ強いんだ、めっちゃ強いんですけど、やばいよ。ブルレ2回決めたいね。やー、39。おまいかー。惜しい。うわー、1だった。うわー、むずすぎる。12 seconds later。 やられたな。あ、でも負け。あ、ちょっと負けた。こっちの番なかったわ。もうダメだ、もう人殴ろう。殴る。戦うぞー。あー、なんて。よっしゃー、味方を。おー、味方を守るな。ガジェット来たー。いいよいいよ、まいいけー。早い。はい、かっこいい、最高。おーオーダー出だし、オーダー同時攻撃、一斉攻撃、一斉攻撃、最強タイムだ。も出せるんだよね。バイスコール、バイスコール、バイスコール、この無敵状態。こいつ、こいつ強いな。よし、カジノで増やして。いいね、カジノで増やそうぜ。そうだよ、カジノで今あるお金を100倍にする。夢がある、夢がある。100倍。ブラックジャックはちなみに、あのルールはお分かり。21点出した人が勝ち。ベット引ける。100？ マックス500だから、もう500でしょ。500では始めましょう。おっ、好きでやってもらわないと。ゴーテム、中国か。ここは台湾では赢要冲、输要冲、勝っても進む、負けても進むっていう精神があって。じゃあこれいいぞ。これいくつ？12。じゃあもう一回。16。赢要冲、输要冲。さあ、もらおう、もらおう。やめようやめようやめよう、ダメダメダメ。これが来て、これが来て、負けだって。ブーッ、あーおえー、いや、超スーやん。おら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 、倍にしちゃったわ。倍にしちゃったよ、勝ち。マックス
ベッド。マックスベッドマックスベッドいっちゃおうよ。10か。10はいけるな。10はまだいけるな。いけるな。いや、ヒットだな。ヒットだな。じゃあやるね。うわ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。これスタンドじゃない？スタンド？スタンド。怖いよね。この映像は怖いよね。いやー、嘘だよ。くそ。どうされますか？さあ、稼いだ分なくなっちまった。あ、100にしちゃったわ。いや、ささとね。確実に勝っていこう。うん。ささとね。ヒットはいけるよ。あ、違う。13いけると思ってた。その一回ね、手をね、引いてね、引いてね。今持ってるお金を他の遊びでもね、やらなくちゃ。ちょっとまずいね。でもね、ケイソンさんはこのゲームにね、出演したらさ、すごく会いたいんです。あたいに、そんなに金ないのに会いに来てくれるってこと？今日しかないので。でもね、ちょっとね、シュッと風くんで、ちょっと待っててください。シュッてね、ちょっと一回目をつぶってもらってパパにお願いしてくるから。出た、パパ勝つ、パパ勝つよ、これこれ、出た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 、来たよ、見て見て、その点盛りパパからお金もらったよ。おー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 、おセガパパのお金でケンソさんと遊ぶ。きれい。え、ちょっと待って、この赤いドレスの美女は誰？誰？どこの女？めっちゃ可愛いじゃないですか。あ、何カップ？私、Gカップでございます。うわと申します。何がいいですか？なんでも、君が渡してくれたものなんでも飲みます。シャーン、このシャンパンでしょ。ここやっぱ一番高いの言ってくださいよ。はい、はい、ちょっと入ります。はい、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 嬉しい、嬉しい。チーズ、カンパン、チーズ、チーズ。え、お、やっぱり趣味、趣味から、どうですかね。ね、ゲームなんですけど。私もそうだよ。リュウさんは何か趣味あるんですか？あ、私キャンプ。カラオケはどうですか？カラオケだな。いいと思う、楽しいじゃん。歌好きな。私も大好き。大正解。歌ってください。いいな。お酒、お酒、恐竜さんの飲みっぷり素敵ですね。お酒たくさん飲まれるんですか？一緒に飲みましょう。乾杯乾杯。ちょっとね、相手に合わせて飲むみたい。相手に合わせるんですか？あら、勝って飲んだ方がちょっと寝ますけどね。あらら、ちょっと嫌われちゃってんだけど。え、お、私好感度あげたいよ。もっともっと、これもうちょっと私へのこの何、気持ちが足りないんじゃないの、ミルちゃん。気持ちが足りないの。じゃあもう一回、いらっしゃいませ。もう一回頑張らせて。もう一回行ってよ、もう一回行ってよ。今回は絶対外れないように。ちょっとね、これお金だけはあるんで。お金だけはあるんで。好感度上げようとする、いやらしい大人だよお前は。ピザ、でもピザ何回も来てて、ピザはワンチャンいけるんじゃないですか？ピザさあの話題で失敗されたら困っちゃうよ。大好物なんです。大好物だってよ。ピザは好き、ピザ好きですか？ I like pizza. Very like. 主国主義です。主国主義。ピザはテンションが上がるね。ピザー、上がったぞ。すごい上がった。半分までいったぞ。日本料理好き？モルモンの話が好きっぽいね、このK さんは。K さん食べるものが好きなんだね。食べるの大好きだもん。何が好きですか？日本って言えば寿司なんじゃないですか？寿司だよね、美味しいよね。いいよね、やったー。うまい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 。お寿司大好き、お寿司食べたくなってきた。
注文する？いや、注文した注文。お寿司ある？お寿司、これお寿司。お寿司ちょうだい、お寿司。持ってる。持ってる、お寿司。皿はどう？皿？皿なんかいらんよ。寿司あったぜ。寿司ちょうだい、寿司。寿司。お寿司の話した後の寿司。もう最高じゃない？うわそのプレゼントになりたいな、私。やばいやばい。お胸にね、こすりつけちゃう。配信者ストリーマーストリーマー配信の人ライブ動画の配信者だろ。おお、知ってるぞ。さすが上流さん、何でも知ってますね。すごい。あと私実はライブ配信ことしてるんですよ。そうなの？ケイさん行かないで知ってるね。上流さんだけです。私たちの、私たちだけの秘密。エチコ綺麗、マジか。でもね、一つケイさんの秘密してて嬉しいです。今日はいい夢見れそうです。キャバクラ、私の他にも、うん、オーディションに合格した、はい、私含めて5人ですね、うん、いるから全員攻略してほしいな。みんなすごくいい子でね、可愛くて面白くて、わー楽しみです。もうぜひねやりたいと思います。でもね、ぜひぜひやってみてください。そろそろ終わりの時間なのよ。だねー、うんうん、皆さんでぜひぜひプレイしてほしいですからね。ねー、では最後皆さんにお知らせします。リオがごとく7外伝直樹した男がすでに発売されました。興味がある皆様ぜひ遊んでみて、遊んだ後感想をぜひ聞かせてくださいね。また闘魂版のとアジア限定版もあります。限定は残酷だ。購入情報を下の概要欄に載せますので、ぜひチェックしてみてください。限定版ね。じゃあ最後にケイソーさん、みんなに一言をお願いしてもいいかな。はい、いや本日はね、台湾を代表するミルちゃんとね、こうやって初めて出会って一緒にゲームまでできて、すごいね楽しかったですよ。しかもミルちゃんが意外とね、私に貢いでくれようと、ね、頑張っててこうね、シャンパンいっぱい入れてくれたんで、もう印象はとても良い。ハートがバワワワワンでございます。よかった。次会う時もシャンパン用意しますので待っててください。よろしくお願いします。シャンパンと寿司とピッツァ、よろしくお願いします。任せてください。いや、アンリーさんからも一言お願いします。はい、今日はとってもね、そのケイソーさんとね、初めてのコラボがとっても光栄でね、ワクワクが、昨日ね、全然寝れなかったんですけど。マジ？もう今日ほんとだよ、めっちゃ緊張する。だって大先輩だし、憧れの人だったし、そう、今日ね、友達になれて、水着もできて、もう私も満足。今日も5万円寝れます。死んでもいいくらい。死なないで。でもね、今度また機会があればぜひ一緒に遊んでくれると嬉しいです。最後ね、みんなもぜひね、この龍が如く7回転名を消した男を遊んでみてくださいね。絶対遊んでみてくださいね。皆さん必ず買ってケイさんを攻略してくださいね。はい、せーの、おつみるママ。はい。自動的让你的频道更多影片在这边，还有想看更多的话在这边，噔噔噔噔噔，记得开启小铃铛哦，这样才不会错过咪的影片。